メフメトレジェプペケルは、トルコの政治家、軍人、首相を務めた。その他に、共和人民党事務局長や閣僚を歴任した。1889年2月5日に、イスタンブールに誕生する。陸軍士官学校を卒業した後は1907年に、オスマン帝国軍事省に入場し、井戸戦争、バルカン戦争に従軍した。第一次世界大戦では、 バルカン半島戦線、カフカース戦線で従軍した。1919年にオスマン帝国軍を離れ、トルコ革命に参加するため、アナトリア半島に向かい、少佐として第20軍団に配属された。1920年にトルコ大国民議会事務局に入る。1923年にキュタヒア代表として議員となる。この間に大国民議会派の新聞で主筆を、 勤めたりもした。1924年に内省に就任し、1925年から1927年には、イスメと、イノニュ内閣で、国防省、1929年には、同内閣で、国民教育省を務めた。1931年には一党独裁制の与党、共和人民党事務局長に就任する。アタチュルク大統領やイノニュ首相にいで、 第3の人物、実力者と呼ばれた。1936年のモントルー条約に、全権代表として調印したが、おそらくは、ファシスト政権のイタリアや、ナチスドイツよりの政策を主張していたために、この年アタチュルクにより、権力の座から遠ざけられた。第二次世界大戦後の1946年8月7日に、イノニュ大統領の指名によって首相に就任した。 この時期はトルコが一党独裁制から多党制に移行する過渡期でこの年に野党民主党の結成が許可された。首相退任の2年後にイスタンブールで死去した。ありがとうございます。